エドアール・ロジェ・バセランは、フランス・ジュヌ・ビリエ出身の男子プロテニス選手。2014年全仏オープン男子ダブルスで、ジュリアン・ベネトウとペアを組んで優勝した。これまでに ATP ツアーで、シングルス優勝はないが、ダブルス12勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス35位、ダブルス6位。身長188センチメートル、体重75キログラム。 右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。父親は1983年全仏オープンのシングルスで、ジミー・コナーズを破り、準決勝進出経験のある名テニスプレイヤー、クリストフロジェバセランである。四大大会では2007年全仏オープンで主催者、推薦選手として初出場した。二回戦で、ラデクスティパネクを3から6、6から1、0から6、 6から4、6から4で破り、3回戦で、不安モナコに4の6、2から6、4から6で破れた。続く、ウィンブルドン選手権でも3回戦まで進出した。4大大会のシングルスでは3回戦進出が、最高成績である。2009年の楽天ジャパンオープンでは、予選から勝ち上がり1回戦で、当時5位の不安マルティンデル・ポトローを6から4。 6から4で破る金星を挙げ、トップ10プレイヤーに初めて勝利した。2012年2月の南フランスオープンダブルスで、ニコラ・マユと組初優勝した。2012年は、マユとのペアで3勝を挙げた。2013年ウィンブルドン選手権男子ダブルスでは、ロハン・ボパンナと組んだダブルスでベスト4に進出した。準決勝では、ブライアン兄弟に7から6、4から6。 3から6、7から5、3から6のフルセットで破れた。楽天ジャパンオープンでもボバ番ナトのペアで優勝した。2014年全仏オープン男子ダブルスでは、ジュリアン・ベネトーと組んで決勝に進出。決勝では、マルセル・グラノリエルス、マルクロペソ組を6から3、7から6で破り初の4大大会タイトルを獲得した。 フランス人ペアの全仏優勝は1984年の、ヤニックの後ア,アンリルコント以来30年ぶりであった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。